皆さんこんにちは。日活研究所の渡辺です。今日はこれから皆さんにダニとアレルギー問題についてお話しいたします。でベッド、布団、枕などです。特に寝具類は人間の体温で定期的に温められ汗やが出ますので寝の公的な生活場所です。寝室は冬季に暖房や快速によって寝台の公的な生息場所になっています。つまりダニの餌となる虫質が多く適度な温度、湿度があり、何が潜り込むことができるようなところ